皆さんこんばんは。こんばんは。私は第一原発から 1.9 キロに住んでましたけど、今現在双葉町で起きていることを一言言いたくて前に去りました。国道6号線の通過、皆さんテレビで分かりますね。あのね、夜の森、大熊町、浪江町、双葉町、富岡、小高町、そこに車で入るとき、なんて言われますか？絶対に的を開けないでください。アホか！それで、的を開けないで通ると、2キロの期間に放射能の機械がビビビって鳴り通しです。すごい放射能が出てます。そして土曜日ちょっと私あるとこに行って話聞いてきたんですけど、6号線の双葉町、大熊町、2000シーベルトから1万シーベルトの放射能が流れてそうです。だから私は双葉町には絶対一時帰宅で行くんじゃないよって言われました。そして車で走るのはいいですけども、車に放射能が付着するんですよ。それを南相馬、仙台、水戸、東京、みんな放射能を運んでるんですよ、車で。それなのになぜ政府はこんなに早く 国道6号線を通過させたか分かりますか皆さん。狙いはね、一つあるんです。なぜかというと、中間貯蔵庫を作るためにトラックが一日何千台もあるか、材料運ぶそうです。早めに通過させておかないと我々が騒ぐからだそうです。だからもし作るから国道を通過させるようなこと言ったら騒ぎ始まるから早めにやったそうです。こんな汚い政治のやり方ですからね皆さん。そしてみんな隠してるんですよ。何でも子供の甲状腺のがんも106人もいますよ今。それも東京の人は知らないって言った。あと昨日だか一昨日の栃木だかって指名地にすごい放射能のレベル出たそうですね。そうです。そしてそれを誰が食べたと思いますか？小学校の給食に出してそうです。これが政府のやり方ですよ。何を考えてるかわからないですよ。そして安倍さんはもうやめた方がいいと思うんです。安倍さんは日本を守るんじゃなくて海外の方にばっか行ってるんですよ今。お金も海外に出して日本のなんでこんなに苦しんでる人たちを守ろうとしないでしょうか。そして私たちで、ね、環境省に行って話し合った時も言いました。福島の甲状腺のがんは何人出したら認めるんですかって、放射能ですか認めるんですかって言ったら放射能でないから認められないって言ったんですよ。なぜ？そうです。そしてそんなのあんまり興味しないの。あのね、1000人、2000人、1万人くらい出したら認めるんですかって聞いたら、それは何とも言えない。そんな話あります？言いがかりつけんな。これが政府がやってることですよ皆さん。下げてる。私たちは国会の先生を信じてたけどもう信じることはできません。皆さん一人一人国民がお互いに助け合ってこれから生きていくことはないんですよ皆さん。だから皆さん、まだまだ私も未熟でわからないこといっぱいありますけども、皆さん力を貸してください。私は最後の最後まで国と東電と戦います。私たちはふるさとだけなのですから、こんな汚いやり方の政府は絶対許せない。